支える役ですから、安倍政権を支える役が安倍政権の障害になることは、まあ、忍びないと。元のですね、秘書の方の調査結果は、大体いつ頃をめどに出したいのか。これはあの、なんとかパブとかですね、もうあちこち行ってるんで、これ、全部調べるのは、どのくらいかかるか、ちょっと今は何とも言えません。だから今回の私の件もですね、あの皆さんはなんでそんな簡単なことをこんなに待たせるんだと思われたと思うんです。でもこれ報告されたらそれじゃあこのくらいかかるなっていうのをお分かりいただけたと思うんですよ。第三者入れてですね、その弁護士さんにですね、我々が知らない三者できちっと調べてくださる方で、その人が、私の知らない人が、一つ一つ聴取してたんですから、面接してですね、で領収書も全部調べて、帳簿から調べてですね、だからこのくらいはもう相当早い方だと思いますけど。閣僚なんですけども、閣僚は辞任されるということですけども、議員活動は続けていかれるということで、よろしくお願いします。一からやり直します。はい、和田さんお願いします。ジテレビの和田です。天井さんが当選1期の時から、はい、取材をさせていただいているものからしますと、まあ、今回こういう閣僚辞任という結論を出されたのは、まあ、政治理念ですとか、政治信条を見てきたものからしますと、まあ、当然の結論を出されたんだと思います。ただその、ベテランの天井さん